パート3の解説します。 In 1966 安藤さんは went to Los Angeles に行きましたね。 to sell his instant noodles。 to 不定詞、何用法ですかね。副詞的用法です。ためにインスタントヌードルを売るためにロサンゼルスに行ったと。で、アメリカの体験です。彼は visited、 訪れた。どこを？スーパーマーケットを訪れましたね。で、ask の使い方気をつけてください。安藤さん、 he が主語で、ここの he が主語で asked、尋ねました。で、アメリカンが o、アメリカンバイヤー、バイヤーというのはスーパーマーケットの商品などを、仕入れてくる人ですね。バイヤーでいいと思います。アメリカ人のバイヤーに、尋ねたんですが、 ask or to 不定詞だから、誰々に何々するよう頼むという表現です。誰々に何々するよう頼む、誰々に何々するように頼むですね。だからアメリカ人のバイヤーにヌードル、彼の作ったインスタントラーメンを試しに食べてみるように頼んだということを言ってます。で、 He was surprised、 これは安藤さんですね。アメリカ人のバイヤーではないですよ。アメリカ人のバイヤーはバイヤーズ、複数形ですから。安藤さんは驚いたと。 was surprised、 V で、前置、アットに注意しましょう。何かに驚いたって時にアットを使います。で、何に驚いたのかというと、their way、やり方、彼らのやり方、of eating them。them っていうのは何を指しているかわかりますか？ヌードルズですね。インスタント麺の食べるやり方に驚いたっていうことを言っています。ちなみに their way はやり方、 of は前置詞、前置詞の後は必ず名詞になるので、この eating は動名詞ということになりますね。動名詞、はい。次いきます。 they broke、 これは壊した。何を、noodles、 麺を壊した。だから麺を割ったっていうことですね。どの程度に割ったのかと、 into、 何かになるまで、いくつかのピースだから、いくつかの破片になるまで割ったっていうことですね。だから細かく割った。そして put then、 put が v、 then はそれらだから、何かっていうと、ここでは破片ですね。破片ですね。破片を入れた。何に入れたのかっていうと、ペーパーカップ、紙コップですね。そしてアメリカ人のバイヤーたちはポアード、ついだ。ボイリングウォーター、この間やりましたね。パート2で出てきました。沸騰している水、英語の水っていうのは温度の区別をしないので、お湯という時は必ずボイリングウォーターとかホットウォーターとか言わなきゃなんない。お湯を入れた、カップの中に、そして ate、 eat の過去形ですね。食べた。何を？ noodles、で、with a fork、 これはフォークですね。フォークを使って食べたっていうことを言っています。さあ、次の文章が大事な、この文章の中で一番難しい文章ですので解説します。This scene、 これが S、 made が V、 him が O、 think、 動詞の原型になってます。これを原型不定詞を使った表現です。原型不定詞を使った、詞液の表現になってますね。この場合のメイクのような誰々に何々させるという動詞を詞液動詞と言います。ちなみに
B の68ページに解説してありますので、改めて確認してください。このシーン、この場面ですね、アメリカ人のバイヤーがカップ麺を細かく砕いて、カップの中に入れて、そこにお湯を注いでフォークで食べるっていう、その場面は、made him、彼にシンクオブさせた、彼にシンクオブさせた、考えさせた、何を、developing cup style noodle、だからカップのスタイルのインスタント麺、カップスタイルのインスタント麺を開発すること、前置オブの、あとは名詞が来るので、develop が動名詞になってます。何々することですね。開発することを考えさせたっていうことを言ってます。だから現実にはこの場面を見て彼はカップの中に入れた麺を開発することを考えついたっていうようなことの意味で解釈できれば OK です。では戻ります。Throughout his life、throughout は何々を通して、彼の人生ずっと通して安藤さんが S observed、これは観察した。People は人々を観察した。Closely っていうのは、細かくとか綿密にとか。で、この次には People を具体的に言い換えています。どんな人々を観察したのかっていうと、3種類の人々が書いてあります。彼が観察した人、1番目は People lining up for a bowl of noodles。 この lining up は、高知就職で人々を説明してます、並んでいる人々、現在分詞ですね。並んでいる人々、どんな風に並んでいるのか、一杯のラーメンを求めて並んでいる人々。それから次に2番目。His wife cooking tempura。天ぷらをクックしている彼の奥さん、彼の妻。ここの、cooking、これは現在分詞。後ろから前の奥さんを修飾する現在分詞。だから天ぷらを調理している彼の妻。それから、次ですね。3番目に彼が観察した人は Americans eating instant noodles、これも eat は、ing 形が前の Americans を修飾しています。だからインスタントヌードルを食べるアメリカ人、現在分詞の高知修飾ということになります。These clothes、色を変えましょう。こうした細かい綿密な観察、注意深いと言ってもいいですね。細かい細やかな観察が、これ S、 細かく人のことを見ることが led、 これが V、 led、 何の現在形だか分かりますか？リードですね。導いた。何に対して導いたのかっていうと、to、 彼の新しいインベンション、何でしょう。インベントが動詞でしたね。パート1でインベンターという言葉が出てました。発明家、発明した人、発明する人という意味です。インベントは発明するという動詞。ションがつくと名詞ですので、これは発明ですね。さあ、で、ここで、読者、読み手に向けて、最後にこの文章は質問を投げています。What will you observe? あなたは何をオブザーブしますか？観察するの目的が O ですね。そして、How will your observation change the world? あなたの観察が、How、 どのようにして change、 世界を変えていくのか。ここでは、
安藤さんのことを読んだ皆さんのことに対して質問を投げかけてます。あなたたちが安藤さんのように細かくいろんな人々のことを観察していたら、そのことがどのように世界を変えるのかということですね。では以上で解説を終わります。